田純次です。 MOSA iPad 向けのセッション、一般向けのセッションになります。写真編集現像 iPad で試す Lightroom デモ編になります。来週、再来週か、9月5日の土曜日にはこの実践編ということで、実践的な内容でやりますが、今日はデモって言いますか、説明ですね、こちら中心に行います。今までですね、こちらの MOSA の毎月のセミナーって言いますか、セッションは基本的にプログラミング関連にフィーチャーしてやってたんですけれども、一部キーノートですね、プレゼンテーションアプリツールのキーノートをやったことはあるんですが、これもアプリケーションのようなものをキーノートで作れるんですよという紹介をさせていただいてます。今回はもうプログラミングとは全く関係なく、Lightroom、Adobe の写真現像編集ソフトアプリですね、こちらを紹介します。理由としてはですね、iPad 用の Lightroom というのが iPhone 用の Lightroom と分かれて、専用のが用意されたということ、それと Apple から先日発表されまして、 Apple Silicon ということで、 Mac がインテル CPU から Apple 内製の Apple Silicon CPU に変更になります。でこれは Mac の話ではあるんですけれども、iPad と限りなくですね、プログラムアプリケーションのプログラムの中身ですね、これが限りなく同一に近づいていきます。 Mac の方のアプリケーションが iPad とほぼ似たような内容になって進んでいくということは、可能性としてはですね、 iPad の比率がより高まるということが考えられます。ちょっとこの辺話長くなりますので、また別の機会にやれたらなと思いますけれども、それでアップルシリコンのそういう時代を先取りということで、今回 iPad で試す Lightroom ということで進めます。プログラミングやられる方もですね、写真に興味のある方もたくさんいるでしょうし、あるいは Lightroom というと、まあプロ用あるいはハイアマチュア用の本格的な写真ツールアプリというようなイメージあると思いますし、また実際、プロの方が使っている、ハイアマチュアの方が使っているので間違いないんですけれども、iPhone でも、有料アプリ、あ、そうか、この Lightroom でも可能なんですけれども、iPhone で RAW ファイル、写真では JPEG あるいは HEIC ではなくてですね、DNG ファイル形式、いわゆるその現像していない状態、まあ、何をもって現像っていうかっていうのはちょっとあれですけれども、デジタルでイメージセンサーが光を受けたままの状態で記録しておく、ちょっと言い過ぎの部分もありますけれども、それを現像すると普通の一般的な JPEG のような写真、ディスプレイで表示するようなものになるんですけれども、そういうものを iPhone でも撮ることができます。で、Lightroom の中には iPhone でそういう写真を撮るっていう機能も入ってますので、ちょっと写真に興味ある方って言いますか、まあスマホ iPhone 持ってる方で写真に興味ないっていう方は基本的にいらっしゃらないと思うんですけれども、このロー現像をすることによってまたちょっといろいろな面白さって言いますか、そういったものも出てきますので、ぜひ参考にしていただければというふうに思います。はい。で、 Lightroom のまず iPad 版ですね、基本的には iPad 版の説明ですけれども、まあ、構造って言いますか、使い方って言いますか、という意味では iOS 版、iPhone 用、あるいはデスクトップ、Mac 用、まあ、場合によっては来週、再来週のデモ編じゃないな、実践編でしたら、デスクトップ、Mac 版とか Windows 版の方も、まあ、見た目のユーザーインターフェースはちょっと違う、似ているけどちょっと違うことはあると思いますが、使い方自体は参考になると思いますので、ぜひそちらもご視聴いただければと思います。まずこれが、Lightroom の起動した状態、何回も使ってる状態なので、この部分ですね、この部分にすでに写真が表示されてますけれども、今ちょっと注目していただきたいのはここですね。メニューをこう順番にこう説明していきます。あとこう横の方と縦の方にと
ということですね。あ、すいません、ちょっとメッセンジャーでなんか来てますね。今これを切ります。こういうのやってる時に来ちゃうとかっこ悪いので、こういう時はこれですね、はい、エアプレーンモード、機内モードにしました、です。で、そのメニューを順に沿って説明していきます。あ、戻りますか。この一番左のがあのアルバム表示の状態で、左の方から全ての写真、LR カメラの写真、最近追加した写真、最近の編集、人物と。で、この人物というのは機械学習を使ってですね、写ってる人を自動的に分けてくれるんですけれども、必ずしもこれ必要ない方は、この項目を無効にすることもできます。これは Adobe の Lightroom のサイトにやり方丁寧に書いてますので、それをググっていただければと思います。で、あとアルバムはこれ自分で作るんです。分かりやすいものを適当に自分で名前つけて作ってください。はい、次ですね。これ共有、これ人の絵が二重に描かれている状態ですね。共有についてのものがあります。で、これについては私ちょっと使ってないので、正直よくわからないんですけれども、アルバムを作ってですね、それを誰かと共有するという時にここを利用すると。いうことのようです。で、私作ってないのでこう未選択というふうになってます。はい、次ですね。はい、次はこうおすすめ参照という、これ非常にですね参考になります。やり方って言いますか、加工の仕方、編集の仕方をですね、非常にムービーで分かりやすく、それも字がちっちゃいのでちょっと見にくいんですけれども、4分とかですね、3分とか、こちら2分とかですね、これ露光量、最高のカラーに仕上げる、シェイプに集中するとか、いかにもなんかちょっと直訳な感じのですけれども、これ本当短い時間で、ライトルームでなくても他のアプリでもですね、考え方としては通用しますので、短い時間でちょっと余裕がある時とか、あまり余裕がない時でも短い時間で、参考になると思いますので、ぜひこれはご利用になられるといいと思います。はい、でコミュニティベータ版へようこそということで、ライトルームを使っている方のコミュニティがありますが、まあ、ちょっとこれまだベータ版ということなので、これは本日割愛させていただきます。はい、次右側のページになると、ここはですねプロフィール、これを公開することができるという機能があります。はい、それでは、あ、これがそうですね、人物、これはここたまたま今はこれ私しかいない状態になってますけども、これは先ほど言いました通り無効化も可能ということです。はい、でマイフォンフォントっていうことで、こちらの方にはですね、自分でこの端末デバイス、今使っているのは iPad Pro ですけれども、こちらの方に、アルバムとして、例えば今日使うものをですね、セッションなりなんなり、あるいは誰かと写真を見せ合うとかというような時は、自分でアルバムを作ってこちらに入れておくと非常に便利だろうなという、便利だというふうに思います。はい、で今度は右下の方ですね、今の説明しましたアルバム、マイフォンフォトに写真を追加っていうことでメニューが選べまして、この全ての写真からっていうのはいわゆるiPhone、iPad の、写真フォルダーですね、そちらからと。で、カメラロールからっていうのは、まあ、それぞれのこのディレクトリのことですね。で、ファイルからっていうのは、ファイルアプリ、iPad の場合、ファイルアプリっていうのがあって、まあ、パソコンと似たようなことで、デバイスって言いますか、iPad ですね。iPad Pro の写真とかカメラロール以外で普通に写真 JPEG ファイルとか HEIC とかそういったものをファイルとして管理している時にはこのファイルからっていうのを選ぶといいと。で、カメラデバイスからっていうのはですね、カメラをつなぐとそこから写真を読み込むことができるという機能があります。はい、そのあたりの説明ですね。これは今ここに iCloud ドライブっていうのがあって、この iPad 内っていうのがあって、 Untitled っていうのがありまして、これ USB のマークなんです。で USB 接続で
つなぐとこのファイルアプリのですね中にこういうふうに現れます。はい、でこれがそのアンタイトルドっていう SD カードの中身ですね。 DCIM というフォルダーがあって、でさらにその中にこれ富士のカメラでしたのでつないだのがフォルダー名100のアンダースコアの富士と、でさらにその中にこう写真が入っているということになります。で先ほどライトルーム、プロですとかハイアマチュア含めて写真を専門にやってるような方も非常に使ってるということで、ここにですねちょっと見ていただくと一つの写真ファイルで 25.4MB でこっちは 5.8MB です。でこっちのでかい方はですねこれ同じ写真を JPEG と RAW で撮って保存しているという状態で、こちらが RAW ファイルになりますね。でこちらは JPEG ファイルです。で次行くと、今度はこれカメラをつないだ時ですね、カメラをつなぐとどうなるかっていうことで、カメラから USB で iPad Pro に、つないだらこういうのが出ます。でそうするとこの場合はこれが、ちょっと前のカメラなんですけど FinePix の HS30XR っていうコンデジですね。そんなコンパクトでもないんですけどコンデジがあります。でこれがそのカメラ本体の SD カードなんですけれども、カメラ本体と USB で iPad Pro つないだので、その中に78枚 1.1GB の、写真が入っているということで、読み込むとつなぐとですねどんどん読み込みが進んでいって、ファイルが表示されていきますですね。で大きさも標準サムネイルとか大きいサムネイルとかいろいろ選べるようになってますし、ローについては読み込んだところでここにローって書いてますですね。ローここもローですね。で何も書いてないのが JPEG、ちょっと影で見えませんけどこれとこれが同じ写真で、これとこれが同じ写真の、ローか JPEG かで、多分これと同じ JPEG がこの下にあるんだろうと思います。で読み込みっていうことで、まあ、全部もちろん読み込んでもいいんですけれども必要なもの、例えば出先でですね外で写真を撮っていて、ちょっと様子を確認したいと、撮影条件もしかしたら変えるかもしれないというような時に1枚だけ読み込んでみて、でそれをまあローファイルだったらローで現像してみるとかですね、そういったことも iPad があれば簡単にできるということですね。でコピーの完了ということで進めます。今は一番先ほど一つ前のこれをこのファイルを読み込むということをして、次それを読み込み終わるとコピーの完了ということで OK が出るということになります。はい、で1枚の写真を読み込んでいます。進捗状況はクロードメニューから確認できますというのは、まあ、ダイアログが出ると。で検索機能の向上ということで、フォトライブラリーを検索したりですねタグつけたりとか、そういうことも当然できるようになっております。はい、で写真が出たらこれフィルターでですね、まあ今はこれもう 1,2,3,4,5 枚か6枚ぐらいしかないですからフィルターも必要ないですが、枚数多くなって、例えば海で撮った写真とか人物の写真とか、GPS 連動させていれば場所を指定とかですね、キーワードをタグつけてればそれでとかというふうにフィルターをかけて自分の探したい写真を見つけることができると、そういう機能ですね。はい、でアクティビティっていうのはこれなんか連絡が来たりするとここに入ってくるということですね。私の知る範囲ではアドビからの宣伝みたいなものしかちょっと受け取ったことはありませんが、先ほどベータでしたけれども、コミュニティとかっていうような活動をするようになると多分ここに入ってくるんだろうなというふうに思います。でクラウドのこの状況ですね、マイフォンフォトというようなところに入れると、自動的にクラウド、アドビのクラウドの方に保存もしてくれるというそういう仕様になってますので、今その状況クラウドとのやり取りの状況がこちらに表示されます。で最後選択、この右上のポッチポッチポッチっていうふうになったところでですね、選択ですとか共有度使用帯セグメントですとか、いろんなですねオプション的な機能がこちらで選べるようになっているということですね。はい、
で、あとはこれはあれですね、写真を共有かなんかしてアルバムを一緒に見るっていう時に、それをユーザー招待する、そういうメニューになってます。共有と招待ですね。はい、はい、それでは写真を1枚読み込んだ状態です。読み込んだ状態というのは、ローファイルですね、先ほどつないだカメラ、富士のコンデジ、これからローファイルで読み込んだものをここに今表示しています。で、あ、こうか、はい、そして軽く画面をタップすると iPad の全画面表示になります。で、左上のところにですね、スマートプレビューということで、ファイル名とか撮影年月日ですね、それから自分で星をつけることができるようになってまして、今これ星一つもついてないので、カラー星が5つ並んでいるという状態です。で、画面を2本指でタップするとレベルがこのように表示されます。ちょっとこれ小さいかなとも思うんですけれども、やっぱりレベルが見えると違いますね。写真の全体像って言いますか、状態が分かる。例えば黒つぶれは起きてるのかとか、白の方どれぐらい余裕があるのかっていうようなことがここで分かります。で、これまた別の写真で、この後実際のライトルームを使って、機能を紹介していきますけれども、補正前ということで、ここですね、今補正前の写真ということが、これ加工編集現像している最中でもですね、簡単に補正前と見比べることができる、そういう仕組みになっています。で、補正する時にはですね、これも私最近まであまり使いこなしてなかったんですけれども、ライトルームの機能として 2,3 年前から実装されてるんですけれども、マスクをかけて編集する範囲を独立してですね、調整することができるようになっています。この A というところは、進んじゃった、よいしょ、この A っていうところはですね、円って言いますか、楕円で範囲を決めることができますし、 B っていうところはこの、太めの筆でこの範囲を選んでいると。で、 C というのは細めの筆でこの木だけを選択している状態です。で、 A、B、C それぞれ別々に選択範囲を編集することができるということになります。ちょっと前のに戻るとですね、これが補正前の写真ですけれども、補正前の写真でもう一個これそうか、あれですね、ちょっとこれ後で実際のライトルームの時で説明します。こういうふうに別々に独立して編集することができるということですね。で、これもが元画像ですね。はい、で、補正前と編集で変わってますけれども、まあ、この部分暗くなってたところがこの部分をちょっと明るくしていると。で、木のところも立ち上げているということになりますね。はい、ではここから実際にですね、実機でデモを見ていただきましょう。それではライトルームを起動します。よいしょ、はい、マイフォンフォトということで、まあこれ多分 iPhone 版の時、 iOS 版の時のこれでマイフォンになってるんだと思うんですけども、マイフォンフォトということでこういう写真入ってます。で、それでは先ほどの写真で最後に、提示されてたのですね、これを開くと、どうしましょうかね、指2本、今指2本でですね、画面をタップしてます。そうすると、何もない状態、何もない状態っていうのは、ちょっと待ってよ、何もない状態で
出ました。何もない状態ですね。ここであの写真が出てるこの何もない状態で2本指で1回タップすると、この上の部分に元画像、これは元画像ですよ。で GSCF の JPEG で、7月30日4時56分に撮ったものですよっていうことがここで分かります。それでどうしましょうかね。これ JPEG なんですね。で一般的にまあ現像っていうのは DNG とかローファイルとかなんですけれども、 Lightroom でのこの先ほどちょっと前に説明しました部分現像といいますか部分補正、これには別に JPEG であろうとローファイルであろうと、まあ、DNG であろうとできますので、まずここでですね、ちょっとその様子というものをメニューと合わせてお話していきたいと思います。で左の上からこう来てこう縦に流れていきましょうか。この一番左上、これは一つ戻ってこのアルバムっていいますか写真選ぶところになってます。で写真を選ぶとここに来ますよね。でここの写真の右下のところに、上なんていうんですかね、アイコンがあって、これをタップしてあげると今のその写真、今の写真っていうのはこう1個戻った、これらの写真がここにこう横並びに現れていると。だからここのとこでこう選んできたのがこう出てるんですけども、今の中身はですねここでこういうふうに選ぶこともできるとっていうことですね。はい、では上からいきます。これアンドゥリドゥですね。それからこれがヘルプ、それからラーニングっていうんですかね、チュートリアルか、ガイド付きチュートリアルということで、これもちょっとさっき説明しましたけれども、今インターネットつながってないのでダメですね。戻れるかな、これちょっと待った、これですね。インターネットにつながってると先ほど画面でちょっと説明した非常に有意義なチュートリアルできますので、ぜひ参考にしていただきたいと思います。で、これが共有とかリンクとかフォトショップで編集とかそういうメニューですね。外に出てくっていうようなイメージのアイコンがついてますけれども、今のこの Lightroom からなんか別の方のアプリなりツールなりそういったものに、あるいは書き出し保存するなりファイルに書き出すなり、そういった風に今の作業から、抜け出して何かをするというようなものがここに集まってます。でここの隣ですね、クラウドに、緑のポチってのがついてますけれども、これは同期を中断しました。そっか、インターネット接続してないので同期は中断してるんですけれども、1回はバックアップされているのでこのチェックマークがついているというはずです。でこの右のところの一番上のは先ほど説明しました通りこういったメニューのがあるということですね。でこっから下、こっからがLightroomの編集ですとか整える補正ですとかそういうメニューになってきます。一番上、右の一番上、これが編集メニューということです。で例えばこれ自動っていうのがありますので、自動をしてあげると、自動的にバランスをですね、これはそれじゃあ自動をやめて、自動をやめてここで2本指でタップしてあげると、これ出ましたね。なるほど、そうかそうか、すみません、今トラックパッドをタップしてました、ごめんなさい。これでレベル表示が出るので自動を押すとどういうふうになるかっていうのをちょっと見ていただきたいと思います。そうですね、はい、全体的に立ち上がってですね、メリハリがついているようなふうに、自動的になると。でただこの辺がですねちょっとやっぱうるさいと思うんですよね、地面が見えていて、ちょっと自動だとこれだとやりすぎかなっていうような気がします。ただこの自動でやると破綻しない範囲でできるだけメリハリがつくような見栄えのいい写真になりますので、どれぐらいまでが破綻しないでいけるのかっていうのを確認する意味ではですね、一度この自動っていうのを入れてみると面白いんじゃないかな、参考になるんじゃないかなとも思います。
ちょっととりあえず戻しておきましょうか。はい、でプロファイルっていうのはこの参照のところを見ていただくと分かるんですけれども、カラーとかモノクロとか、あとモダンとかですね、プロファイルとかプリセットっていう方がなんとなくしっくりくるんじゃないかと思うんですけれども、ワンタッチって言いますか、例えばまあカラーはカラーでこうなってまして、モノクロを選ぶとこの写真がモノクロになります。もともと彩度が低い写真なのでパッと見てもあんまり変わったの分かりにくいかもしれませんけれども、モノクロになります。でモダンっていうのには後ろにこう10って書いてますから、タップすると、あ、モダンっていうのは10タイプ10って意味ですね、これで、どういうことかっていうと、この下にモダンっていうのがここに10個あって、モダンの中の10っていうのをお気に入りのですね、ここお気に入りのところに登録することができると。でこのモダンの10っていうのは、このモダンを押した時に出てくるこの10番が登録されているっていうことです。ですから例えばこれ1だとこう、2、3、4、5、6、7、8、9、10と。で、今この星のところをタップしたんですけども、そうするとお気に入りから削除するときには削除してあげると、プロファイル参照お気に入り、うん、さっきここにモダン10ってありましたけれども、これで削除することもできるということです。でモダンで、何がモダンなのかっていうのはですけども、この別にモダンに限らず、自分のお気に入りの、色調、あるいはその、まあ、色調ですかね、色調っていうのがあると、まあなんとなくちょっと個性的なものも表現できるので、インスタなんかやってる方ですと、やっぱり自分の好きな色合いにしてからアップするっていう方もいらっしゃると思うんですよね。そういう時のためには、これの機能を使うと非常に便利だろうなとは思います。でモダンとか、あとヴィンテージとか、このグループにですね、それぞれは名前が付けてあります。例えばヴィンテージの1番だとこう2、3、4とかですね、こうなってます。アーティスティックっていうのだと、まあこの名前はアドビさんがこれアーティスティックだっていうふうにしてるっていうことで、まあなんとなくその色合いでつけてるのかなっていう気はしますよね。であと基本補正はこうでしたよね。あとヴィンテージとかで、白黒もですね、17種類白黒は用意されてますね。白黒が17種類っていうのは、やはりこれ何をもって何色を白黒の中でどれぐらいの濃さに表現するか変換するかっていうのは、やはり全然違いますので、それで、まあ、こういうふうにいろいろ用意されてるんだろうなというふうに思います。白黒にする時も、例えばこの白黒赤フィルター、白黒キーフィルター、白黒11とかだと、この辺の、あ、1いっちゃいました、1だとここの辺の木々が、木の木立ち、が比較的はっきり分かりますけれども、例えば白黒の11なんかだと、もう潰れた感じになってますよね。9、7、5、3、1と、どういう色をどういう風な白黒の歌に変えるかということで、見た目がまあ大幅に変わるので、17種類たくさん用意されているということになります。でよく使うお気に入りのものができたら、ここで例えばこういうタイプのものをよく使いたいっていうんでしたら、星のところをタップしてあげると、これでお気に入りに入ったはずです。入ってますね。はい、こういうことでこの部分、使うことができます。で指で2本でタップすると上のラベルがこう消えるということになります。はい、で今このプロファイルですね、これプロファイルっていうのをタップすると、参照するとこうプロファイルで、戻るときはこれということですね。はい、では次、ライトですね。ライトというのは明るさですね。で、あ、これもあれだな、画面をタップしてゆっと、はい、これでここにラベルの
表示が出てますので、露光量っていうのを動かすとこう、あ、これでもうこの辺まではっきり分かるようになりますね。で、まあこれも後でまたちょっと説明しますけれども、この部分だけ明るくしたいと、これ全部が明るくなっちゃうので、明るいところがより明るくなっちゃうんですね。ちょっとこう当然白飛びしてくるわけです。ここを見ると上まで突き抜けちゃってるところはまあ白飛びしてるっていうことなので、今この状態、オリジナルの状態だと、あ、今何したかっていうとですね、このそれぞれのタイトル、露光量とかコントラストっていうところをこうダブルタップポンポンとしてあげると、あのゼロに戻ります。例えばこの白レベルっていうところをこう仮にこう上げて、これだとちょっとあんまり分かりにくいかもしれないですけど、これも白ラベルっていうところのラベルのところに持ってって2回トントンってやってあげるとゼロに戻る、初期化されるという機能はあります。これはちょっと便利だと思います。あの特に iPad で指でこう動かすとですね、ちょうどゼロに戻すっていうのが結構ストレスって言いますか、なかなかうまく戻らないんですよね。そういう時はこうダブルタップしてあげると元に戻るということです。で、ここの項目を動かないの、ごめんなさいね、あ、出ましたね、ここの項目をちょっとまあ一個ずつ丁寧に説明していくと時間がどんどんかかるので、実践的な内容は、9月5日の日にやりますので、ざっくりとですね、ちょっとこのもちろんご自身でいろいろ試されるのが一番早い、勘どころつくと思うんですが、ポイントとしてはやはりここのラベル表、レベルですね、もう一回2本指で画面をタップすると情報が出たり消えたり、ラベルがレベルが出たりというふうに切り替えられますので、このこういうその動かした時に写真自体の変化ももちろん見るんですけれども、写真によって、まあ、もちろんこのラベル レベルも写真によって全然出方は違うんですけれども、どういうふうに動くかっていうのをですね、このスライダーの動きとここのレベルの動きですね、これはこの山の形はいろいろ違ってもどういうふうに動くかっていうのは写真違っても動く法則って言いますか、それは同じですので、動かす時にはこのラベルレベルと一緒に見ていただくというふうにすると分かりやすいんじゃないかなというふうに思います。で、ハイライトだともちろん明るいところがより明るくなる、ですのでこのレベルを見ていただくとですね、まあここから上の明るい方、こっちが明るい方、こっちが暗い方になります。で、シャドウを動かせばこうですね、暗いところがより明るくなる、こっち暗くなる、こっちもハイライトがより明るくなる、ハイライトが暗くなるですね。で、露光量も同じように右で明るくなり左で暗くなる。で、白レベル、黒レベルというふうにいろいろ調整できるようになっています。ここがライトに関わる調整ですね。で、ここでもう一つ、ここにですねアイコンがあって、なんか蛇みたいなアイコンありますけど、これがトーンカーブですね。フォトショップでももちろんトーンカーブありますし、他の画像編集ツールだったら大体何でも今このトーンカーブ必ずあると思うんですけれども、このトーンカーブでもちろん調整することもできます。で、トーンカーブで、トーンジャンプっていうですね、階調が乱れてしまう、そういうのが起こるんですけれども、そういうのがを防ぐために、できるだけ防ぐために、このこう触った時になだらかに動くようにですね、こういう制限が自動的にかかるようになってます。例えばこう動かしてこうするとかですね、この辺はちょっとその写真によって違うので、ご自身で、カーブを動かすことによって階調が破綻しないように、どういうふうにするかはその写真によっては違うんですけれども、まあ、その辺もあの再来週の実践編でですね、参考にしていただければと思います。で、もう一回押すと消えます、ライトですね。で、次カラー、
カラーはまあ一番はこの色温度でしょうかね。あの撮る時に色温度をオートで撮っていると、まああの最近は優秀ですから大体大丈夫だと思うんですけども、やはりちょっと違うように撮れてしまうっていうこともあるので、それは、色温度を変えることによってですね、よりまあこれはあの朝焼けなんですけど、より朝焼けっぽくなりますでしょうし、逆に左に行くと色温度下げていくとですね、より青くなって、朝焼けの時に撮った写真なんですけど、まあ朝焼けっぽさ消えますよね。であと色温度を動かすと他のところがですね、色おかしくなっちゃうっていうことがありまして、そういうものを含めてここでそれを修正するための色かぶり補正というのがあります。あとサイド、まあ鮮やかさですね、鮮やかさをより鮮やかにする、これ見ていただければ分かる通り、空とかがより青くなります。で自然なサイドとサイドってありますので、これもまあ、 あの写真によって、使い分けていただくということになると思います。でカラー、次は効果ということで、これは、画質ですね。先ほどのまあ、明るさとかカラー色合いとかで、今度はその画面の出来、それを調整する、それがまあ効果ということになってます。これは今霞の除去を見やすくするため、ちょっと露光量を上げて、まあこの辺がちょっと朝霧みたいになっているので、これがその霞の除去でどうなるかっていうのをちょっと見ていただこうと思います。霞の除去をかけるとどうしてもちょっと暗くなるので分かりにくいかもしれませんが、この辺の霞がなくなってですね、ちょっとはっきりしてくる感じだと思います。で例えばこれ暗くなったんであれば、こっちの明瞭度ですね、明瞭度でちょっと補正してあげると、あのよりコントラストがつくっていうか、はっきりしてくるとかですね、そういう風に使えます。で周辺光量補正っていうのはもう見ての通りですね、周りの方を明るくしたり暗くしたりということができます。で中心点、それから丸みとかですね、これは例えば、ちょっと極端に動かすと分かりますかね、もっと極端、中心の場所、中心の場所って言いますか、場所は中心ですけどね、中心、あとそれから丸み、あこれ逆にした方が分かりやすいのかな、あちょっと極端にすると分かりにくいですね、周辺光量補正の形を変えるためのものだということです。でぼかしを例えば大きくすると、あこれでこっちを動かすと分かりやすいか、こうですね、これもこのままで動かすと分かりやすいですかね。はい。で、中心点ですね。なります。で、ちょっとこれ戻しましょうか。よいしょ。うん、はい。で、この他にもこの、プロファイルですね、効果。効果には、粒子とかですね、これは、粒子っていうのはどういうふうにするのが一番、流状感ですね、あのフィルム時代の時のこの流状感っていうのが表現としてあったんですけれども、それをまあ再現するようなあのデジタルで再現って言いますかね、効果として表すための、そういう機能だったと思います。はい。であと、あこれちょっと戻して、で、効果を割って次ディテール、ディテールっていうか、まあこれシャープ、それからノイズ軽減ということで、さっきの明瞭度とどう違うんだっていうことになってくると、なかなかその画面に現れた時の、効果としてはですね、なかなかちょっと説明が難しいんですけれども、アルゴリズムが違うんだと思うんですね、多分このアドビの中では。周辺との画素との関係でその差を計算して、デジタル処理して画面に出してるんですけれども、そのやり方が多分違うんだろうなと思います。
もうシャープはですから上げていくとですね、あ、この写真だとちょっと分かりにくいですね。一番上げて半径上げると、あ、ちょっと分かりにくいですね。来週、再来週の実践編でちょっとこの辺、あの、分かりやすいサンプルをですね用意していきます。ノイズ低減もちょっと分かんないでしょうね、その件、はい。でこれがディテール、そしてレンズ、これはレンズはこの絵だとちょっと分かりにくいんですけれども、レンズには色修差っていうのがありまして、それを補正したりとか、あと、レンズごとの特性がありまして、それを反映させるということもできるようになってます。でジオメトリー、これは分かりやすいですね。あの、斜めになっちゃってますよね。斜めになってるのを直すということができます。ですからこれ回転かな、うん、回転で、平行になるように、こんなもんですかね、これで平行になるようにできます。まあ、あとはもう、あの、動かしていただければ、縦横比を変えたりとかですね、拡大縮小したりとか、あと場所をちょっと動かしたりとか、いろいろこうできるようになってます。一回戻しておきましょう。はいですね、これでと、はい、これで編集のこのこうですね、この編集、これのメニューについての説明になりました。はい、それでは今度は次、ここですね、プリセットというこういう項目があります。続けてこちらの方、説明していきます。はい、プリセットになります。これはプリセットっていうのも聞いたあの通りで、用意しておけるということになります。自分のその自然とかですね、輝き、これあれかな、ちょっと待ってくださいね。完了して一回これ元に戻さないとちょっと分かりにくいですよね。長押しすると補正前、あ、長押しすると補正前だからそれと比べればいいですね。ですね、プリセットで自然、輝き、コントラスト、こういうふうにですね、あの、セッティングを選べるようになってます。好みのもの、さっきもあのお気に入りっていうのありましたけれども、ここでプリセットということで用意しておくこともできるということです。でこれカラー、それからクリエイティブ、なんかそれっぽい感じのになると、それから白黒ですね、が初期設定、カーブ、カーブっていうのはあの先ほどのフラット、リフト、シャドウ、軽い S 字カーブ、こういうのが選べるようになってます。でシャープもなし、弱、中、強、まあこれはちょっと元の絵がちょっと分かりにくいですけど、こういう機能があると。あとレンズに関してもこの補正とかですね、周辺光量補正もなし、弱、中、強、この辺のこの辺見ていただいてると一番よくわかると思うんですけど、弱、中、強と。であと粒子についても同じようにですね、プリセットとして用意できると。で次はこれ、あ、中止して、あ、これも広くしておきますか。でこれですね、はい、切り抜きと回転ということで、まあ4対3から3対7対5、16対9、インスタみたいなあの正方形ということを選べるようになってます。で、あとはこう回転、あ、回転っていうのはこのトリミングの回転ですね。今4対3になってるの、横長の4対3ですけれども、縦の4対3とかですね。それは画像の回転、左右反転、上下反転ですね。あと角度補正。これ角度補正触ると自動で、まあこれが写真のこの例えば木みたいなものがあれば普通まっすぐ立ちますし、水平線っていいますか、あの地面があれば普通まっすぐですので、そういったものを、ここ機械学習使ってるのかな、ちょっと分かりませんけれども、そういったものから画像を解析してですね、自動で水平っぽくしてくれると。で 0.34 度
直したってことですね。これもうちょっとこれぐらいじゃないですかね、なんとなく 0.698 だときすんですか、こんなもんですかね、もうちょっとだな、これぐらいかな、うん、ですで、あのまあ自動的に周辺もトリミングしてくれます。先ほど同じような機能ではあの端を切るっていうのはまた別ジオメトリでやったのは端を切るっていう作業はありませんでしたが、これはもう端を切って、まあ、四角にしてくれます。はい、はい、完了。あ、これで完了するとこの完了だから編集すぐできるようにこちらに飛んでくれるっていうことですね。はい、でその次、これが修復ブラシということで、例えばちょっと2本指で今画面タップしてるんですけど、よいしょ、この点点点点ってなってるのがこれは全部アメンボなんですよ。こういうのをですね、ちょっとこれは数が多すぎるのでどうなんだっていうことですけども、これをこうサイズ大きくすると大きくなり、小さくすると小さくなるのは当たり前ですよね。調整できます。あんまりちょっと大きくしちゃってみますか。多分これぐらいでやると、これはここの部分をコピーで持ってきて消しますよっていう風なんですが、嫌だったらこう動かすとですね、あ、分かりますよね、ほらここって言われたんです。まあ確かに一番グラデーション的にも似てるかもしれませんが、で自分が嫌だったらこういうふうにですね、場所を変えることができます。どこからコピーを持ってくるかということですね。でこれを、まあ、自動でこうポン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 やっていけば、フォトショップじゃないライトルームでそこが一番問題なんじゃないのっていうところをですねやってくれるんです。でこのちょっと順番とかうまくやんないとですね、重なっちゃってやりにくくなるっていうことがあるので、まあちょっとこれいろいろ試してみていただければわかると思います。こんな感じでどんどん消していくと、これどこも消えないですね、よいしょ、はい、でこれで完了すると、こう綺麗になってると。でこれは元ですね、補正前、画面もちょっと暗くしちゃってるから、もともとの補正前と比べるとちょっと比べ方が分かりにくいかもしれませんね。うん、元がちょっと暗くなってますからね。まあ、それにしてもこの部分見てても分かんないです。あ、ここ消してないから、もう一回修復、ここもちょっと消しちゃいましょうか。よいしょ、そうか指でなぞると、範囲、今のは丸いポッチで、丸いポッチって言いますか、丸い範囲でやってたんですけども、指でこうなぞるとその範囲をコピーして消すっていうことになりますですね。ここにちょっと点々って言われて、ここにちょっと似たような形になっちゃってるので、あまりちっちゃく近くからですねコピーして持ってくるといかにもコピーしたっていう感じにはなるので、そこはちょっと気をつけなければいけないなと思いますが、例えばここをこうするとここから持ってきてますね。ちょっと遠いところから持ってきてるからコピーしてもあまり、気がつかないかもしれないですね。その辺はやはり見た目で繰り返しているものっていうのは結構分かりやすいので、どこから持ってきてるのかっていうのはこうタップするともう一回出ますので、場合によってはこれをですね、まあちょっと分かりますよね、これ動かすとこっちも中動くのが、こう実際に動かしてみて、あの差し支えのないところを自分で、マニュアルでですね直すこともできると、そういうふうになってます。はい、で修正いったので、次はですね、あ、これちっちゃく、待って、中止して画面を元に戻して、ちょっとこれ明
明るくなりすぎちゃってますかね。じゃあちょっと戻しちゃいますか。開いた時、これが元々の状態ですね。これで戻しても傾きに関しては反映したままのようですね。傾きがはなお元のではないな、修正した後の状態になってます。で次はここ、これが選択範囲を編集、ここに出てますけれども、これをした時にここ出るのはもうちょっと大きい字で書いておいてくれた方が分かりやすいかなと思うんですが、今選択範囲を編集という、そういうメニューになってます。で左のところにプラスが出てます。でちょっと戻りますけれども、中止して、今普通のこれ編集ですよね。普通の編集の時はライト、カラー、効果、ディテール、レンズ、ジオメトリーってあって、で選択の編集とライト、カラー、効果、ディテールということで、まあほぼ同じようなメニューが場所ごとに操作することができると。場所ごとにっていうか、選択範囲を個別に決めてそこだけやることができるっていうことです。ですのでちょっともう一回中止して戻って、この状態でライトで露光量をこう上げてあげるとですね、まあこの辺がはっきり見えるようになっていいなというふうに思ったにしても、この辺もこの石がゴロゴロしている様子も出てきちゃうわけです。でこれを戻して、読み込みまで戻しますか。そしてこの選択範囲を編集っていうふうにして、左上のプラスを選んで、で筆のように選択範囲を決めて、それを編集するのか、丸でやるのか、四角のグラデーションで選ぶのかっていろいろあるんですが、今はこのまず筆で選びます。で筆の大きさ、この部分、ここで筆の大きさをこう変えられます。でここで筆のボケ加減を変えられますですね。もうちょっとちっちゃくしよう。こんな感じにしましょうか。で ここは後でって言いますか、範囲を、やりすぎた時にちょこっとはみ出た分消すとか、そういう作業ができるようになってます。でちょっとこれじゃちっちゃいかな、いいですかね。はい、でこれでこう選んであげます。この山だけですね、山だけこう選んであげて、で湖の方もこうちょっと選んであげると。で、この辺をこう全部やって、でこれか、この辺をちょっとぼかしてですね、やってあげると。で、はみ出したところはこれでちょっと消してあげるとですね。はい、でこれのライト露光量、今この赤く出っ放しになってるのをこの青のところをタップすると、青のところでメニューが普通出ないのかな。ごめんなさい、ちょっと勘違いして覚えてたみたいですね。ちょっと先進めましょうか。これでこの赤くなっている部分が編集されるっていうことなので、これで露光量をこう上げてあげるとですね、やりすぎるとはっきり分かりますけど、今の赤くなってた部分だけなりますですね。そうか、画面が全部入りきってなかったのでこの辺がおかしいですけど、効果が見えるということではこの方が分かりやすいでしょうから、ちょっとこれでそのままやっちゃいましょうか。そうですね、ですのでやはりこの辺やるときに境目がはっきり出ちゃいますから、うまくこのぼかす、こういうのをうまく使わないとですね、逆効果といいますか変になってしまうというのはあります。今はこれの効果はどういうふうになるのかっていうのを見せるために、こうなってる方が分かりやすいと思いますので、このままやりますけれども、で例えば今度消すっていうふうにして、
押してあげると、あ、ごめんなさい、これあれか、消す、あ、流量か、ごめんなさい、ちょっと上のこの消しゴムのところと、ちょっと消しゴムの消した後、レイヤーの消した後みたいな風にちょっと完全に勘違いします。消すのはこっちですね、消しゴム、これで、あ、そうですね、これでこう消せます。で消す時もこのぼかしができるので、このぼかしので消してあげれば、この端がですね、あの目立たなくなりますよね。こうですね、こんな風にまあ使うと、もやがかかっているので、まあなんとなくこうやると、まあ不自然ではありますけれども、あのもやーっとした感じにはできます。はい、この状態でできるのとかな、これで、あ、できないですね。こういう風にちょっと消してあげるといいでしょう。まあここのところは明らかにちょっと不自然ですけれども、使い方としてはこういう使い方ということになります。であとは、まあ、あの今ロコ量だけでやってましたけれども、ハイライトとかですね、あ、これこれで選んで、でハイライト、もともと明るくしちゃってるのでハイライト分かりにくいですけど、シャドウの方が分かりやすいかな、うん、シャドウの方が分かりやすいですね。他のところに全体についてやった時だと、この部分ロコ量を上げるとですね、この部分まで明るくなっちゃったんでしたけれども、今はこのここですね、ここの部分についてだけこの編集が制限されているので、そこの部分だけ修正することができるということです。ですね。で、同じようにこの効果とかディテールとか、そういったものも場所を決めてその範囲だけでやることができるということになります。はい、でこれが今がこの選択範囲を編集ですね。はい、で、この部分、バージョンを作成っていうことで、やってる最中に迷うことがあると思うんですね。あるいはあのどっちがいいかっていうのを決めかねる、まあ、迷う、同じことですね。でそういう時のためにバージョンを作成っていうことで、ここでバージョンを作成して、まあ、名前をつけてあげます。例えばこだちをめかくにとかっていう名前をつけてあげたりとかですね。そうすると元画像こだちをめかくに、あ、ちょっとジオメトリーがもうずれちゃってますけれども、そういうことができます。でその他に例えば空をより青くとか、そういうバージョンを作っておいて、ここで見比べることによってですね、自分のイメージする写真作品に、仕上げるのに有効に使えるということになります。あるいは作業の途中ごとにバージョンを取っておいて、一旦そこに戻ってもう一度やり直すとかですね、そういう使い方もできるでしょう。はい、それではこれで、あの、まあ、ざっくりと全体的にメニューがどういうふうになっているのかっていうのをですね、あのお話ししましたので、今度はもうちょっと実際にテクニック的にですね、どういったことをどういうふうにできるのかというのをですね、お話しさせていただきますので、次9月5日、実践編の方もぜひあのご参加ご視聴いただければと思います。はい、以上になります。どうもありがとうございました。